どうもマルベリーです。ドラゴンクエストヒーローズ2実況やっていきましょう。さあということで前回の続きでございますが、次はおそらく話しかけてイベント更新でしょう。オルネーゼ様、ジャイワル王子の真偽が越見の間にいて、あ、ジャイワル王子ってことはセザーだよね。あ、ここであれか、セザー仲間になるのかな。セザーが強いらしいんですよね、味方としても使っても。お、なんかあっちに行くみたいや。ここに行けと。なんだ？あ、ん？あ、この人か。カウンターの前はい、すいません。お、転職、転職ができるようになったんか。転職ではマルベリーとベリコの職業を変更することができます。いいね。1からになっちゃうけど、転職する。マルベリー武道家。あ、そうか、あれグローブ装備できるのって誰なんだ。盗賊とかなんか。これ爪だもんね。でもいや、転職しなくていいんだけど。でもあれか、バトルマスターとかになるんだったら戦士とかあれか武道家とか変えなきゃいけないってことか。じゃあベリコでいいや、とりあえず。ベリコ何にしようかな。ベリコ何にしよう。まあでも今んとこ戦士でいいような気がするんだけどな。まあちょっとここはまた考えます。転職できるようになったみたいです。で、あとスクリーポイントを振り直すってこともなんかお金払えばできるみたいですね。ほい。お、あとあっちやな。ん？あ、ここか。ちょい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 。ここも増えたと。おお、クエストを受注できるようになったんだ。クエストを受ける。橋を直そうとかいろいろあるみたいですね。まあ、ここちょっとまた行こう、後で。で、次は？お、ここ？ここか？ん？あ、ここに おばさんが追加されてる。おお、アクセを錬金できるようになるんだ、これで。お、スライムピアスもらった。スライムゼリーを手に入れた。コットン。ほう、スライムピアスが1個作れるのか。お？どういうこと？これは強化できるってことかな。スライムゼリーとコットンがあれば強化ができると。これ生産ができるわけじゃないんだ。あくまでもある装備を錬金するみたいな感じなんだね。まあじゃあスライムピアスを錬金しとこうか。はい、これ素材とゴールドを払えばここで強化ができると。おお、スラピだ。ちゃんとスラピア。あ、蝶の羽があれば。お、HP もつくじゃん。これもやっちゃおうか。ん？これもまだできんのか。すげえな。どこまで行くんだ、これ。あ、ここでストップや。あ？これも素材あるやん。ガンガンいけるね、これ。まあ、素材系はね、どんどん溜まってく一方でしょうから。あ、こっからもうできなくなるね。ひゃ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 、プラス5までいけた。まあ、ちょっと他にも。できそうなのあるんで、ちょっと後ほど試してみましょう。どんどん行こう。ん？もう一回話すんか。さあ、ついに審議が行われると。セザーのあっちやな。走れ。来た来た来た、セザー。改心しろよ、セザー。俺ん顔。貴様、よくも我が父よ。何？ジャイワールの王子セザールよ。そなたが俺ん顔を攻撃したのは、そなたの父、ジャイワール王に何か関係がある。何が関係あるんだ。いかにも、私が軍を動かしたのは、父の無念を晴らすため。ほう。復讐か。その男は。我が父ジャイワールを殺したのだ。
殺した？私がジャイワル王を？こんな奴が殺せるわけないだろう。ここまで言われてまだとぼける気だ。父が殺された10日前の夜。10日前。父の部屋から出ていて貴様の姿を私の目で見ているのだが、それに私この人に似てる人知ってるよ。これが落ちていたぞ。あ、これは工作されましたね。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。この流れはもう絶対ヘルバトラーでしょ。ヘルバトラーでしょこれ絶対。ヘルバトラーが化けたんでしょ得意のやつ。先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと。うん、10日前。確かに10日前の夕刻のことです。せやな。それが確かならばオレンカ王はそなたの父を。なるほど、アリバイがあると。それは何故です。10日前といえばオレンカの建国。ほうほうほう。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。なるほど。一日中つきっきりでな。これは下手こいたな犯人が。足を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。なるほどね。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。やっちまったなセザー。そなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだ。まだまだ子供やな。そんなこと一発でわかるだろう。騙されていたのか。騙されていたんですよ。父の仇。目が覚めたかセザー。さすがキーファー2号やな。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。そうだね。仇に踊らされ戦争を始めてしまうと。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を跳ねるがいい。そういう問題じゃないんだな。ちょっと待てよセザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろ。そういうことだよ。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らせなくていいの。うん、また復讐は復讐を生むからな。そこは勘違いするなよ。さあどうする。名手この者たちと同じです。絶対ヘルバトラーでしょ。失われたものは戻ってとか言って違ったりしてね。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。そうやな。ですがセザールと。そうや、セザール、共にお父上の仇を探しましょう。今回のミスは挽回してこい。俺の仲間になって。なりません、なりません。セザールが一番強そうだもんな。そして、あ、キメラちゃん。後ろから見たらただのハゲだ。さあ、セザーが？すまなかった。気にすんなよ。ちょっと怒ってただけでしょ、セザー。さあ、これでセザーが仲間になるんでしょうね。呪文？ああ、なんか化ける呪文ってことかな。同行させてくれ。来た来た来た。セザーが仲間になったぞ。セザールが仲間に加わった。待ってましたよセザー。いや、どうしようかな、編成を。おお、セザール、強剣、ん、強剣に魔力を込めて、あ、魔法戦士系なんだ。魔戦か。そやね、なんかすげえ遠距離だるかったもんな。範囲攻撃か。また昔みたいに3人。お、パーティーコンボ？ R1 を押しながら R2、L2 ボタンを押すと、
操作キャラクターを入れ替えつつ攻撃を繰り返すことが、パーティーコンボには強力な特殊効果を持つものもありますが MP を消費します。ほう、やってみたい、やってみたいぞ。ちょっとパーティーメンバーを変えてこよう。パーティーメンバーを変えるには、あれですね、ダーマの神殿みたいなとこ、ダーマ神殿違う、あの酒場や、酒場、あのさっき転職しようとしたとこやね。お、なんだ、イベントが始まった。あ、次の行く末が分かるのかな、これで。クレティアへの門が開いたと。にあるほど。お、王様。予言？あ、ここで双子の王の話が出てきた。まあいいでしょう。これちょっとパーティーを組み替えてこよう。ここルイダン酒場や。まあとにかくセザーは確定でしょ。俺が出るからにはな。どうなんだろうね。まあ一回マリベルトルネコで行ってみようか。これでなんかそのコンボが使えないんであればダメだってことだよね。あのベリコと3人じゃないと。お、ラッシュボーナス、何それ。これでパーティー編成 OK で、まあ、新しいところに行くと。ちょっとそっちの方に行ってみようか。ちょっと早速やってみたいね。 R1 を押しながら、おお、こういうこと。 R1 こういうこと、よくわかんないな。なんかとにかくスキルを使ってるだけ。切り替え時に速攻スキルを打ちながらできるってことか、メリット的には。お、クレティアっていうとこ行くにはこのローゼス森林地帯を抜けていかないといけない。だ、結構広いね、このローゼス森林地帯。なんだ、うん、いいねいいね。キーン、マリベル行け、マリベル走れ。お、新しい敵がいる。お、バブルスライムか。デュアル型。なんかいるぞ、あいつ。あれは誰だ、届かない。これ何、これ敵だよね。ん、違うの、毒キノコ的な。あ、大木槌。いやいいね、ザコ狩り。いけいけ、みんなやれやれ、俺は遠距離で外からやってやるから。デュアルカッター。まあ先を急ごう。お、あそこになんか、あ、間違った。ててててて、この切り替えがな、 R2 が、あ、 L2 が間違っちゃうんだよね毎回。任せなさい、マリベルちゃんが一気にザコキャラを一掃するよ。デュアルカッターは、お、これで OK か。いいえ、全然いいんですよ。おお、いえ、ボーナス800キーン。こっちかな、なんかあれ取ってなかったの、これ自動で取る、お、消えた。自動で取れるわけじゃなかったのね。お、アイテム、こっちやな。またなんか、あ、あれはルーラか。ルーラー、ウィウィ、うわ、金すら来たぞ。おいしょ。遠距離から。大丈夫か？金すら。よいしょ。デュアルカッター。届かない。
届いてない。もうちょい前。いけいけ、みんなやれやれ。てかトルネコちゃん、あんた何やってんの。戦いなさいよ。いけいけ、いいねいいね。前線で削ってくれてるから。届いてないぞ、届いてない。なんだ、倒した。いいね。なんか全然倒した気になってないけど。ん？こっち？こっちだったよ。あ、なんか緑のドラキーいる。もういいよ。ふさふさの毛皮。あ、門が閉じている。え、門が喋った。あら、閉ざされている。うわー、この魔族の森って方を抜けないといけないんだ。迂回していかないといけないと。戻んのかい。戻れー。大木槌のこう集団を塊でいるやつ全部倒したくなるよね。しかし虫だ。走るんだ。今はとにかく走れ。おっち。お、なんかいた。兵士がいた、兵士。この先立ち入り禁止。やむを得ない。森へ入ることが許可された。神隠し的なね、なんかに合うよみたいな怒られてたな。お、ルーラルーラ。ちょ、ゴール付きちゃん。いや、戦うことになっちまった。いて、超超超超超。ちょっとここは出番ですよ。今賢者石勝手に使ってくれたよ。やべ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 。マリベルちゃん逃げてください。え、倒したもう。倒したわ。これもスイッチしたら勝手にあれ使うんだね。ってことはあれ、なんか合体なんとかとはちょっと違うんかい。え、でもそうなんだよね、きっとね。なんだ、追っかけてくるぞ。ちょっと怖いんですけど。うわ、2匹いた。うわ、ゾンビ、ゾンビ、腐った死体、腐った死体もいるよ。よっちょ。当たってる？マリベルは当たってるかどうかがちょっと分かりにくいのがある。あ、ピョってるピョってるピョってる。倒した。あ、コインある。腐った死体コイン。ん？フィールドミッション。強い魔物が持ち帰っていた道を塞いでいることがありますと。それはいいんだけどさ、どこにいるの？うわ、ボストロやん。寝とる。ブーメランで起こしていく。寝ている、寝ているボストロにブーメランをかましていく。いや、ちょっと近づきすぎ。距離感が大事。
大丈夫トルちゃん、トルちゃん死んじゃったじゃん。何やってんのあんた、回復回復要因なのに。ああ、ワンパン、そんなバカな。まだ終わりではないぞ。ナイスナイス。いつまで寝ている。ドライヤーだ。ちょちょちょ、信じられない。うっ、ちょちょちょ、てか強くねこいつ。 HP が半端ないんだけど。やべ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 、マリベルがもう一撃で死ぬやん。えいて、トールちゃんも死んじゃった。やばい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 、無理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 だって、こんなもん。誰を蘇らせればいいんだ。ちょ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 、とりあえずトールちゃんやな。トールちゃんどこ。ちょ待って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 、回復しよう。まずはホイミング、ホイミング、ホイミング、よしよし。でトールちゃん、トールちゃんの近くから離そう。おっ、危ねえ。ちょ、トールちゃんから離れて、トールちゃんから離れて、よし、これでいこう。トールちゃん、トールちゃんで、トールちゃんにスイッチ。トールちゃんは生きて、トールちゃんが生きてもらって頑張ってくれ。違う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 、清水清水、よっこらしょ。うー、敵に狙われにくくなった。よしよしよし、いいぞ。これでやっと頑張れ。えいていていて、ピョテル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 、え、一撃でやられてんじゃん。こんなもん無理や、こんなもん無理や。これ戻れんだっけ、ルーラ。今自分が唱えられない、マジか。こんな負けるしかないやん。いて、勝てねえ勝てねえ。これは何、戦っちゃいけないやつだった、まさか。セザールが仲間になって次のところに進もうと思ったんですが、ボストロにあっけなくやられてしまいました今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。